岡野さんの競輪学校生活ってどんな感じだったんですか？競輪学校生活65期はライバル意識の集まりだから、はい、まず入学式入って部屋に行きました、はい、廊下でゴミ箱飛んできて何やってんだと思ったら喧嘩しました誰が喧嘩してたんですか？大阪の方でしたね。もう引退しましたけど、あとは今現役出してる人はほとんどその喧嘩に混ざってましたね。やっぱり先輩怖かったね。64期テレビがあの時は地下にさ14インチのテレビが2台しかなくて、今各部屋にテレビがあるじゃん、うん、で冷暖房完備でしょ。俺らの時だってエアコンないんだもん山の中にあったわ、ね、エアコン。いや、ありました。甘いんだよエアコンないんだから、だってあの暑い山の中で寝れないですよ。寝れないよ。蚊はすごいし、教室の真ん中にヒーターがあってさ、ヒーターしかないんだよ。でそこに雨の日のシューズをさ裏にしてやるから、くせんだよ部屋が。それしかないんだよ。冷暖房ない、テレビない。だからテレビ見たければ地下の14インチが2台ある。で64、65で使ってくださいって置いてあるんだけど、行くともう64機が両方見てる。両方見てる。で見たいなとか思って見に行くと、あ、65機だなって、おいおいおいって言われてマジかまた見れるのか今週もこの部屋ブルースカイって店長姿見てる。それはあの時はだから今のだから神さんの手紙もらって、その文通の手紙見たり、たまに売り来る本ヤングオートとかさ、そういう見たりさ、このベンツの権利費塗りてえなとかさ、そういうばっかり見て、 S1 になったら絶対乗るぞとかさ、そういうのしか見てないよ。テレビはないんだもんお風呂だって64人ともう見えちゃうからさ、お風呂も怖いのに。だってお風呂入ってるじゃん、洗面所とか向くの誰か投げちゃうんだろうね。すごいよ。もうやっちゃったり出ちゃったり、そういうもうなんヒヤヒヤした芸人学校生活だから。そうですね、全然違うから、ね、世代がそうですよね。世代がまだギリギリしてるし、ギリギリしてますもん。ギリギリしてるし、もう飯場なんか1秒でも早く食堂なんか入ったら、おい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 なんて言いながらブーイングすごい。今でも出ていくとやっぱり、あ、こんにちはとかさ言うじゃん、やっぱり。まあ今では楽しい思い出だけど、今はなんか普通になんかみんな許してやってるけど昔はそれがすごかった。でも俺らの時代ぐらいからもうちょっと緩くてもいいんじゃないかやられて嫌なことはするのやめようよみたいな風潮になってきたんだな。小林純次に言わせるとまだまだって感じだよねそんな感じじゃない。今なんかいいんじゃないの、一人一人なんか尊重するし、時代が良くなってきてる。そうですね、うん、だからそれに甘んじて、その若い子も甘えてると成長しないんだよ。目先のことだけじゃなくて、今でも強い選手はちゃんと下積みして距離乗ってるんだよ。競輪ジャーニーチャンネル登録よろしくお願いします続いてにご関心チャンネルもよろしくお願いします